明智駅は、岐阜県蟹市、平街道川田にある、名古屋鉄道広見線の駅である。駅番号は、HM07。名鉄広見線の単線区間で唯一交換設備を有する駅である。ここから、三宅方面は交換設備がなく、終点の三宅駅も一線のみのため、一列車しか入線できない。蟹市の外れにあるが、蟹川の対岸にある。 カニ郡三宅町伏見の玄関口でもある。また駅前より、八尾線の代替である、カニ市金山町、鴨郡八尾町方面へ向かうバスが、毎時一本程度発車している。2001年までは、八尾線が当駅で分岐していた。2005年までは新カニ駅との間に、学校前駅があり、日中は新カニ三宅間の折り返し列車のみが、停車していた。なお、 当駅では何かが使用できない。同じ岐阜県内に同温同時の明智駅がある。ただし当駅は、カニ市の市政施工事に付近にある明智城市にちなんで解明したものであり、周辺に伝統的に明智の地名が存在したわけではない。駅舎は三角屋根の木造で開業当初のもの。出札窓口と待合室を有する。 駅舎側から島式一面、単式一面の二面三線ホームを有する地上駅。木造平屋の駅舎とホームは、構内踏切でつながっている。ホームは、すべて4両編成に対応しているが、通常は2両編成のみ入線し、ホーム進化により二転車する。朝の通勤通学時間帯は2本の列車が使用され、うち1本は、 ワンマン運転非対応の3100.31509100系が使用されている。この区間の運用を終えた後、新谷駅から当駅まで改装され、一番線に入線し、一分ほど停車した、後すぐに改装列車として折り返し、新谷駅二番線に入り、普通犬山駅として使用される。これが一日一回だけ一番線が使用される機械で、ある。 2011年5月15日のカム1グランプリイン三宅開催に伴い臨時、増発された際も終了後は一番線に入線し、回送列車として折り返していた。2008年6月29日のダイヤ改正まで、最終と、その一本前の三宅駅は、三宅駅到着後この駅まで回送されて留置された。そのため、駅舎は乗務員の宿泊所を兼ねていた。 翌日、この2本は、三鷹駅へ改装され、始発と次の列車になった。現在は、最終とその前に2本存在する三鷹駅からの折り返し改装列車は、当駅止まりではなく、新加駅まで改装されている。駅集中管理システム非導入の終日無人駅。切符は新設された自動券売機で購入する。 普通乗車券以外を利用して、犬山方面へ向かう乗客のために、乗車駅証明書も無料で発行できる。ワンマン運転に際して、三宅駅などと同様なバックミラーや乗車位置の案内も最近設置された。乗車券回収箱も設置されているが、乗車券 IC カード生産済み証は列車を下車する際、運転士に手渡し、 先頭車両を最前扉から下車する。始発営業列車が発車する前に、三丈行きの回送列車が日本島駅を通過する。朝ラッシュは1時間に3.4本運行され、2番線から三丈行き、3番線から新加に行きがほぼ同時に発車する。日中は、列車交換はなく、1本の列車が30分ごとに2番線、または3番線に発着する。 夕方以降も、基本的にそのままであるが、夜間20時台に一度だけ、列車交換が行われる。この際の新加ニ行きは新加ニ駅到着後、犬山方面へ改装され、入庫となる。終電発車後に新加ニ行きの改装列車が2本、通過する。周辺は、住宅地である。駅から少し離れたカニ見たけバイパス近辺に、大型店舗がある。 伏見口駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。